次は。お疲れ様。これでこの辺りの怪異反応は全部潰したと思うけど。そうね。カサネちゃん、さっきの男の子救助してきたわよ。ナギ、無事だったか。ああ、このナオミちゃんに助けられてな。くそ、かっこ悪い。怪我がなくてよかった。お姉ちゃん、ありがとう。え、二人は姉妹なの？ああ、二人とも俺らと同じ海抜群の訓練生なんだって。改めまして、俺はナギカーマン。こっちはユイとスメラギ。私はナオミです。ナオミ・ランドール。この子は妹のカサネ・ランドール。君たちか。余計なことをしてくれたのは。何？竜神区での怪異討伐戦、見事な勝利でしたね。え、あのもしかしてこれって勝利インタビュー？そうですよ。今のお気持ちは？誰？ここならゆっくりお話ができそうですね。あの、一体何がどうなって？僕はルカ・トラバースです。セプテントリオン君6頭のルカ・トラバースさん。そんな風に呼ばれるとちょっと恥ずかしいんですけど。でもその通りです。あなたたちは訓練生ですね。身元を紹介しますから、パーソナルポートを開放してください。ありがとう。素直なのはいいことです。4人とも海抜群訓練生で間違いないですね。ダメですよ、訓練生が勝手に怪異と戦闘するなんて。すみません。空白地帯に怪異の侵入を許し、市民に被害を出しかけたのは怪異討伐軍側の落ち度では？カサネちゃん、そんなこと言ったらダメよ。その通りですけれど、なかなか手厳しいですね、カサネ・ランドール訓練生。各自言いたいことはあるでしょうが、ひとまず怪異討伐軍本部へ出頭してください。マスコミとの接触は避けるように。いいですね？了解しました。あれは？ああ、戦死者です。警備をしていた海抜軍が2名やられました。視覚検閲されていると思いますが、無理に見ない方がいいですよ。え、なんでですか？怪異は人間の脳を食べるから。ええ、首なし死体を見るのは精神衛生上あまりよろしくないでしょう。う、想像しちゃったよ。テレポートかアポートで運べばいいのに。遺体安置所までは距離が遠すぎますし、超能力も万能ではありません。ちょうどいいから少し話しておきましょうか。ご存知でしょうが、一人の超能力者が使える超能力は1種類のみです。ただそれぞれの超能力には個性と適性があります。超能力の種類はもとより、強さや弱さも人それぞれだ。それを軍隊として運用するためにはデバイスにも頼るし、脳への負荷も減らす必要があります。ですから超能力を使わなくてもできることや優先度の低いものは人の手を使って行うんですよ。あ、
はい、すみません。では僕はこれで失礼しますね。私たちも怪異に負けたらあんな風に。そんなことはさせないよ。同じ567期だろ。一緒に頑張って超能力を磨いていこう。あ、はい。それ以前にお姉ちゃんのことは私が守るわ。行きましょう。え、あ、それじゃあユイトさん、ナギさん、失礼します。どうしたの、カサネちゃん。あの二人と一緒に本部に行ってもよかったのに。ダメよ、あの二人厄介事しか持ち込まなそうだもの。あまり関わらない方がいいわ。だけど、もしかしてあのユイトってやつが気になるの？ほら、スメラギ寮で見かけた時からちょっとかっこいいかなって思ってたから。そう。じゃあ、あの男がどんなやつか素性を調べておくから、それまであまり接触しないように。え、素性って？ユイトさん、スメラギ家の人間でしょ？スメラギ家？ほら、評議会議長の。ああ、評議会議長の息子なのね。なら調べやすいわ。カサネちゃん。いいの、お姉ちゃんは少し抜けているところがあるから私に任せて。さあ、とりあえず本部に向かいましょう。あ、カサネちゃん待って、髪飾りが曲がってる。え、直してあげるね。うん、これでいいかな。ありがとう。こちらこそありがとうね。いつもつけてくれてて。カサネちゃんの趣味じゃないと思うのに。お姉ちゃんが作ってくれたものなら何でも好きになるわ。それにこれは姉妹の証でしょ？うん、姉妹でお揃い。ずっと大事にしてくれると嬉しいな。